油見長男。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。久々にドンキに行ったよ。年末に飲む酒を探しに、なんだぜ。とりあえず一緒に価格チェックをしながら考えようか。合点承知。あー、やっぱりオールドは値上げしちゃってるな。以前は1400円台で売ってたんだぜ。お、イリーガルスムースの再販があるよ。ほんとだ。これも以前は1980円だったんだぜ。なんでもかんでも値上げで嫌になるんだぜ。メーカーズマークの2180円はどうかな。今日はバーボンが欲しいし、候補なんだぜ。あ、ジャックダニエルが安いよ。候補なんだぜ。ライトハウス？これは見たことないんだぜ。説明にはスコッチのブレンデッドとあるね。ピート版とノンピート版で分かれるみたいだよ。あ、ドンキ限定販売とあるんだぜ。そりゃ見たことないはずだよ。あ、カリビアンスムースの再販だよ。やっぱりこっちも少し値上げしちゃってるんだぜ。さっきのイリーガルスムースもそうだけど、なくなってからプレ値で買った人は悔しいだろうな。ほんとなんだぜ。バスカーが4種類のうち3種類揃ってるよ。あとはシングルポットスチルだけなんだぜ。ドンキさん、入れてほしいんだぜ。このボトル、自宅で4本並べてみたいよね。わかるんだぜ。さあ、最後のコーナーだよ。バーボンがメインの一角なんだぜ。ジムビームも全体的に上がっちゃったね。どれも以前より200円ほど高くなってるんだぜ。お、ターキーの8年が特売価格になってるんだぜ。1リットルボトルでこの値段はいいんじゃない？うん、1本はこれにするんだぜ。本当はレアブリードを買う予定だったけど、思いもよらないトラブルがあったからね。それはまた動画にするんだぜ。はい、そういうわけで1本はワイルドターキー8年にしたよ。ドカンと1リットルなんだぜ。1本では心もとないので、もう1本買おうと思ったんだけど、これがなかなか決まらないんだ。いやー、ほんと悩んだんだぜ。で、結局あれにしたんだよね。そう、ジャックダニエルでもなく、メーカーズマークでもなく、これです。数年ぶりに2度目の購入。バランタイン7年なんだぜ。初めて飲んだ時はあまり味がわからなかったので、今ならどう感じるか、再チャレンジするってわけだね。リベンジマッチなんだぜ。この2本とノブクリークの残りがあれば、年内は戦えるんだぜ。しかもまだ隠し玉があるしね。おっと、それはまた後日ってことで。じゃあ、今回はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。